ケンリー・ジェロニモ・ジャンセンは、オランダ領アンティルのキュラソー島ミレムスタット出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ、MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。愛称は、カリフォルニアをもじった、ケンリー・フォルニア、マ・アイム・アントロなど。2004年にアマチュアフリーエージェントとして、ロサンゼルス・ドジャースと契約。ユースチームでは、アンドレルトン・シモンズやディ・ディ・グレゴリウスとチームメイトだった。 2006年まで保守としてルーキーリーグでプレーした。2007年途中から永久に昇格した。2008年には打率。227ながら9本塁打を放った。2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのオランダ代表に選出された。一時、ラウンド初戦のドミニカ共和国戦では1点リードの9回裏に2008年の ナリーグ投類よウィリー・タベラスの3頭を刺し、座ったままの状態で2塁に鋭く送球するなど、強権ぶりを発揮して、オランダの躍進に貢献した。シーズンでは、秋から強権を生かすため投手に転向している。2010年開幕は、A 級インランドエンパイア66サーズで、迎えたが、シーズン途中から、A 級チャタヌーがルックアウツに昇格。 7月24日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビューを果たした。2011年は中継ぎとしてドジャースのブルペンを支えた。2012年シーズンはハビーゲラに代わる抑えに定着した。一方で不正脈の持病を抱えており、シーズン終了後に手術を受けた。2013年は第3回 WBC のオランダ代表の要請を受けたが、当初は 前年の不正脈の手術をしたことを考慮し、辞退していた。しかし、オランダ代表がベスト4となりサンフランシスコの決勝ラウンドに進出し、2次ラウンドで不傷離脱したジョナタン・イセニアに代わり決勝ラウンドから追加招集された。当番機会はなく、オランダは準決勝でドミニカ共和国に敗れた。レギュラーシーズンでは十五試合に当番四勝三敗十八セーブ。 防御率1.88だった。2014年2月11日に430万ドルの単年契約に合意した。シーズンでは自己最多の44セーブを記録した。2015年もクローザーとして起用され54試合に登板。2勝1敗36セーブ、防御率2.41だった。2016年1月15日に1065万ドルの 単年契約に合意。前半戦で40試合に登板し、3勝2敗27セーブ、防御率1.16と高騰。7月には、オールスターゲームに初選出された。この年は71試合の登板で、3勝2敗47セーブ、防御率1.83だった。ポストシーズンでは、ディビジョンシリーズ第4戦で4失点した以外は、抑え込んだ。 オフに最優秀救援投手賞を初受賞。11月3日に FA となり、球団は単年1720万ドルの給を提示したが、11月14日に拒否した。2017年1月10日に5年総額8000万ドルで契約を延長した。オプションとして2019年シーズン終了後に契約を破棄できるオプトアウトが含まれており、救援投手では、 アロルディス・チャップマンに次ぐ大型契約となった。翌11日に契約延長記者会見が行われ、第4回 WBC のオランダ代表へは、不参加の意思を表明した。しかし、代表が決勝トーナメントに進出すると撤回し、代表に合流した。レギュラーシーズンでは6月11日のシンシナティレッズ戦で通算200セーブに到達。開幕から6月25日まで、 驚異の無失球三振記録51で MLB 新記録を樹立するなどした。65試合登板で5勝無敗41セーブ、防御率1.32と圧倒的な投球を見せ、自身初タイトルとなる最多セーブを受賞した。ポストシーズンでは NLCS まで無失点の完璧なリリーフを見せていた。ワールドシリーズでは3試合連続で1失点して、 敗戦投手になることもあった。2年連続で最優秀救援投手賞を獲得した。2018年は、昨季の疲労の蓄積が考慮され、スプリングトレーニングでは、スロー調整を許されていた。オープン戦もわずか5試合の登板で、シーズン開幕に臨んだが、3、4月は、防御率5.59と不調で始まった。 それでも5月に防御率0.60と復調を見せると、その後も安定して3年連続オールスター選出された。しかし、8月9日のコロラドロッキーズ戦後に、宿泊ホテルで不正脈を訴え、そのまま病院に搬送され故障者リスト入りした。8月20日のセントルイスカージナルス戦で復帰するも、しばらくは制裁をかき、その原因を本人は治療薬にあるとして、 服用を中止した。9月は調子を取り戻し、最終的に69登板で1勝5敗38セーブ、防御率3.01だった。ポストシーズンでは、今季も NLCS まで無失点の完璧なリリーフを見せていたが、ワールドシリーズでは2試合連続でセーブ失敗することもあった。オフには2度目の心臓手術を受けた。 2019年は62試合に登板して5勝3敗33セーブ、防御率3.71だった。特に後半戦は不調に陥るなど、不安定な内容だったが、セーブは積み重ね、9月25日のサンディエゴパドレス戦で、MLB 史上30人目、球団史上初の通算300セーブに到達した。10月31日にオプトアウトを行使せず、 残留することが発表された。最速99.3マイルパワー、平均92から94マイルパーワーのカッターが投球の約8から9割を占め、このカッターを武器に三振を奪うピッチングスタイル。その他に平均94マイルパーワー程度のツーシーム、平均83マイルパワー程度のスライダーを使用する。グラウンドボールの割合が三割程度と少なく、 フライボールピッチャーである。もともとは強権で知れられた保守だったが、球団側からの進言で2009年に当主に転向翌年にはメジャー初昇格を果たし、2012年から本格的にクローザーを任され、最優秀救援投手賞を受賞するなど球界を代表するクローザーとして活躍している。また、登板数やセーブ数、脱三振率などで、 ドジャースの球団記録を持っている。長らく心臓の異常を経験している。2011年には不整脈と工業子薬の投薬により1ヶ月故障者リスト入り、2012年にはクアーズフィールド出場の際に不整脈と息切れを起こし、オフに手術を受けた。2018年8月に宿泊ホテルで不整脈を訴え、そのまま病院に搬送され故障者リスト入りし、 オフには2度目の心臓手術を受けた。ありがとうございます。